はようございます。お邪魔します。おはようございます。すいません、店の外で揉めてしまいまして。素敵ですね。モッチーさん、何と言いましてもまずはこの線路との距離感、近い。江ノ電も通りますね。電車を見ながら、はい、大正の終わりぐらいから続く仕立て屋さんで、その、まあ、古い古民家を再生して、あのお店を作りたいって思いがあったので、はい、古い古材を使ってあの建てたりしました。こんなに近いっていうのはどうですか、江ノ電と。やっぱり鎌倉らしさを感じていただけるかなと思って。うーん、怖い怖い怖い。朝ごはんなんですけど、はい、あのこの4つから選んでいただくような形で、僕の実家が干物屋さん で、あの天日干しの干物がこう入ってくるので、あの使っていく、はい。なんか卵かけご飯が一番に書いてあるのでものすごく気になるんですけど。そうですね、神奈川県の養鶏場すべて回って、あのどの卵がいいかっていうところをみんなで食べ比べて、あの相模原の鶏寿卵という卵なんですけど、贈答用とかに使われている卵で、干物にこだわり卵をつけると同じ感じになるんですか。これに干物がついてるっていうイメージです。あ、じゃあ私サバで。はい、で私アジでよろしくお願いします。あれ、卵をお願いします。はい、これいい感じじゃないですか、今のところ掛け合ってますかね。でこれでさらに朝食食べて、うん、グッと距離が縮まるという計算で、食事を一緒にね共にするとすごく距離って縮まりますよね。しかもなんかまたこのカウンターが、あ、電車来た、もう一度なこれなんかデートとかもそうなんですよね。最初はなんかカウンターとかの方がいいって言います。あ、そうなんですか。面と向かって食べるよりも恥ずかしいんでこう目も合わさる、ね、たまにこう会ってドキみたいなとかいいって言いますけどね、最初のデートとか。あ、そうなんだ。なんか L 字がいいとは聞いたことありますけど。あ、行ってきた。あ、ここで止まった。おお、止まった。え、駅なんだ。あ、ズームインした。違うでしょ、出発進行でしょ。あ、手振ってくれた。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 すごい。本当ズームインポーズしてから多分今手振ってくれましたよ。あれは出発進行だっつうの。俺のこと気づいたんじゃないですか、ズームインって。お待たせしました、やってくれたと思ったんだ。定食になります。はい、ピタチェルです。うわー、いいなー、美味しそう。美味しそう。干物も卵もお漬物も全部美味しそうよね。うわー、美味しそう。美味しそう。もうこれ魚に油乗ってますっていう。乗ってますね。乗ってますよ。ちょっとお魚からいきましょうか。はいはい、うわー、サバ。サバだか、サバだか。何のスイッチが入ったんですか今。サバだよね。サバ。何ですかこのジューシーな干物。ありがとうございます。味が凝縮キュッてされてるのに、うん、でもそれでもこう油となんかみんなこううわっていう、なうわジューシーなんですよ。天日で干してるので、あのすごく柔らかさだったりとか味の濃さっていうのが出ます。肉汁だったら肉汁っていうじゃないですか。はいはい、魚汁です。魚汁。魚汁でいいんですか。ダメだろ。魚汁じゃんないと思いますけど。ふぐさん、ふぐさん、あの、存じ上げております。うわ、おお、君が重い。今、ドスンと言われてましたよね。なにこの重いの。え、もちさん、どうか召し上がるんですか。え、今、お醤油入れました。入れて、入れて混ぜる。そこで、はい。うわうまそう。巨大が出そうだぞ。お好きですか。美味しいじゃない今。濃いです、確かに。そうですね、はい、ありがとうございます。君が濃い、もう支配されたい。卵に支配された。これ全身に流し込みたい。体に溶いた卵かけたいぐらいの気分ですか。あ、そうじゃないんですか。かけ込んで食べたい感
あ、駆け込んで口の中、そこを支配されたい、うん、自己流で行くと、何それ、ちょっと溶きまして、そうなんですよ、はい、行っていいですか、いただきます、あ、密度は、君の密度は楽しめますから、いただきます。